ありがとうございました。なんか粉雪まで聞いてるとね、あのおっしゃってましたけど令和新しい時代に入って、なんかどんな時代を今まで生きてきたかなって振り返る、確かにこの時間で1年間をさーっと駆け抜けた感じがしました。ありがとうございます。ちょっと聞いて全身がしびれましたよね。なんか雷に打たれたというか、本当にそう、私たちもねステージの下から、はい、あの見上げさせていただいたんですけど、はい、藤巻さんのバックに青空が透けて見えてる。いいですね。気持ちがいいな。気持ちがいいですね。はい、皆さんもね癒されてくれたことと思いますが、はい、この番組ね J-WAVE と BS 朝日でラジオとテレビで同時生放送してるわけなんですけど、はい、テーマはウェルネス。まあ、ウェルネスといってもね、あの元気に過ごす方法はとか、どうやって癒されるかとかいろいろあると思うんですけれども、藤巻さんにも心と体が喜ぶことっていうのは、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、よくライブ前に、まあ、よく冬とかね、はい、インフルエンザが心配な時期とかあるじゃないですか。ああ流行りますよね。だからそこから割とねこう鼻うがい鼻うがい鼻うがいをね、ちょっとハードル高そう。どうやってするなんかねこう生理食塩水で、はい、ここの鼻の中を掃除して、そうするとですごい風邪もひかないし、すごいあのライブ前とかも結構ね、ヨガの方とかが実践されてるのが夢ですよね。そうですね。藤巻さんもされてる。それがあるとすごいスパッとして歌も気持ちよく歌えるので、はい、もう今日からやろうと思います。鼻うがい、はい、あの藤巻さん、登山もかなりプロフェッショナルレベルでいらっしゃるんで、まあ、そこまででもないんですけど、まあ、そう登山がすごい好きで、今日みたいな、ね、晴れた日は、ね、まあ、ゴールデンウィークで晴れた日山なんかに行くのもいいかなと思うんですけど、うん、はい、僕自身も結構あの、まあ、日本の山というよりもね、ヒマラヤ、ヒマラヤもう3回ぐらい行ったことがあって、結構山が好きなんです。はい、それもあって藤巻さんが主催する野外音楽フェスマウント藤巻ってそう、すいません、今年2回目今年2回目なんですけど、まあ、地元山梨なんですけど、はい、盛り上げたいなと思いまして、うん、山中湖交流プラザキララという富士山がものすごい綺麗に見える場所がありまして、そこで僕が主催する野外音楽フェスマウント藤巻が今年もあります。9月29日日曜日なんですね、はい、もう一度場所を申し上げると山中湖交流プラザキララ、うん、はい、ということでこちらもね期待ですね、うん、はい、もうすごい素晴らしいミュージシャンの方と一緒にお届けするので、うん、ゲストアーティストも楽しみに待っていてほしいなと思います。期待で楽しみですね、はい、ということでお時間が来てしまいました、はい、藤巻さん今日はありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。素敵なゴールデンウィークを BS 朝日スペシャル、この時間のライブゲストは藤巻亮太さんでした。心と体が喜ぶラジオとテレビ。